はい、どうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はですね、ちょっと見ていきましょう。新たな試みとして、あまり喋らないように、あまりというか、もうほとんど喋らないようにしてやっていきたいと思います。それはなぜかというとですね、この編集をしていこうと思って、やってみたらですよ、なんか中というか音いいなと思って、これだったら今日はちょっと音楽もつけないで、まあ、本当に新たな試みなんですけど、音楽、そのバックミュージック BGM つけないで、ちょっとゆっくり、まあ、木島、今そのスタート、今のこの時点でちょっと喋ってますけど、何取りに行ったんだっけ、喋ってるんですけど、徐々にこの話も減らしていってとか、もうほとんど喋らないようにして、こう音聞きながら進めていくっていうのをやってみようかなと。これも早送りとかして、その編集してる時にそう思ったんです。なので僕も一緒にこれ今イヤホンつけて聞きながら見ていきたいと思います。見ていきましょう。よろしくお願いします。こういうのをつけました。
これは最初全部焼くつもりだったんですけど、やっぱりそのまま生のまんまでも何本か食べたいなということで、3本でしたっけ、3本は取り上げました、引き上げました。混ぜる音もすごい良かったんですよ。
ご飯が半分なのは前日の夜ちょっとおかずを多く作りすぎて食べきれないだろうなっちゅうことで、実際お腹いっぱいになったんで半分にしてよかったんですけど、その半分にしてスライドしてきたご飯をこの日のご飯、納豆、キャベツ丼でスライドしてきて大成功したと、そういった理由で半分でございます。こちら先ほど抜き取ったカニカマ3本そのまんまいただきます。これも美味しかった。甘くてな、ほろほろ崩れてそのままでも十分美味しいんだ。そのままでも十分美味しい。こうトマトね、丼の向こうに3つ隠れてて見つけられなくて、この盛り付けの時点では3つしか入れられませんでしたけど、あのテーブルというかいつもの撮影場所に持っていくときに気づきました。最終的には全部入れて食べる動画には登場してます。ご心配なく、これ気づいてませんよ今の時点では。出来上がりました、これ食べてる動画もねぜひよろしくお願いします。食べてる動画ではねたくさん話してる、いろんな思い出の話とかもたくさんしてますんで、めちゃめちゃ美味しかったんで食べてる動画ぜひよろしくお願いします。